はい、ヒロです。今回ですね、タコ人の課題についてお話ししたいと思います。皆さんはですね、タコ人の課題知ってるよって方もいると思うんですけど、タコ人の課題なんぞやって思う人もいると思うんですよ。まあ、簡単に言うと、リングのコーナーになってて、ポコポコ穴が開いてる感じの課題ですね。見たことあるよって人もいると思うんですよね、実際。例えば使ってるよって人もいると思うんですけど、なぜこれを話すかっていうと、個人的にすごいおすすめなんですよ。まあ、コスパもいいし、かなりいいんですね。なんで、それについてお話していきたいと思うので、まあ、知ってる人もいると思うんですけど、気になるなって方はぜひ、最後まで見てみてください。これ軽く自己紹介させていただきます。自分はアメリカ出身で、物心ついた時は魚ずっと飼育してます。で、スキューブダイビングインストラクターでね、もさせていただいておりまして、今年で魚の飼育歴24年になります。で、ペットショップで売ってる魚はですね、ほとんど飼育したことがあります。淡水魚、活水魚問わずですね。で、Twitter とか LINE の方で魚の飼育の仕方、コツとかも発信してますので、ぜひ、興味ある方見てみてください。じゃ、タコ室の具材、何がいいのか、個人的におすすめとしては5個ありますね。で、まあ、1個目としては、まず、生物ろ過。まあ、当たり前なんですけど、表面積がすごい増えるので、生物ろ過に優れてます。で、2つ目としては、物理ろ過もいけるんですね。まあ、あんまおすすめはしないですけど、それは、多孔質であるがゆえに、そこに汚れとかも吸着するんですよ。デメリットですね。としては、やっぱりそこが埋もれてしまうと効果ないので、定期的に洗ったりとかメンテナンスする必要があっちゃうので、まあ、物流どこかで使う場合はメンテナンス必須ですけど、効果あります。で、3つ目としては、まあ、洗って再利用することができます。たとえそのダメになってしまったとか、もう、穴が全部埋まっちゃったっていう状態でも、水洗いとかすることによって、すぐ再生して再利用できます。しかも何がいいかというと、リングである必要がないんですよ。リングが半分に割れちゃったりとか欠けてしまっても使えます。なので、全然効果、性能は変わらないんですよね。なので、おすすめです。はい。で、四つ目としては、使用しないときですね。もう今日というか、もうこの水槽今閉まっちゃったから、このろ過剤も使わないなと思ったときは、それを洗って、煮沸消毒して、で、乾燥させれば、もうそのまま保管できるんですよ。なんでまた魚を飼育したいなと思った時あったら、それだけを保管しておけば、また何年後、何十年後使うと思っても使えます。ので、かなりいいです。はい。で、まあ、極論、最後にまとめちゃうんですけど、5番目としては、一度買うとかなりコスパがいいです。であんまり高くないですね。安いやつとかですと、本当に、袋とかで1000円以下で売っているんで、まあ、もちろん大量に買えばとりあえず高くなってしまうんですけど、まあ、実際大量に買っても、だいぶコスパいいと思います。はい、なので個人的におすすめですね。はい、で、5個、まとめさせていただきますね。1つ目としては生物ろ過が優れている。で、2つ目としては物理ろ過も優れている。ただ、メンテナンス必須です。で、3つ目としては洗って再利用できます。簡単に。はい。割れても大丈夫です。問題ありません。で、4つ目としては使用しないときは煮沸消毒して乾燥させれば何年後何十年後また再利用できます。はい。で、5つ目としては、一度買うとめちゃめちゃコスパいい。はい。以上5個ですね。はい。ぜひ、タコ室ろ過剤、見直してみて、また買ってみようかなと思った人はぜひ、買ってみてください。まあ、こういう感じでお得な情報とか、コツとかを発信していますので、ぜひチャンネル登録もしていただけると個人的に嬉しいです。よろしくお願いします。